FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、アニョンセヨ、シンノノです。 EK Radio 火曜日は韓国の最新情報や音楽、カルチャーを紹介するエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のカンナ君の質問に答えます。質問は、シン君は散歩をよくするそうですが、最高何時間歩きましたか？はい、散歩好きなんですけど、僕は時間を稼いでるんじゃなくて、何歩を歩いてるかアップルウォッチで見るんですけど、一番歩いたのがやっぱ約25,000歩ぐらい、結構歩いたと思うんですけど、それがまあ大体海外の旅行に行くと、僕はまあ電車とかバスを乗るより歩くのが好きなんで、まあ本当に遠いところでも歩こうとしています。だから25,000歩、何時間ぐらいかな、なんかずっと歩くんですよ。歩いて大変だったらカフェでなんかコーヒー飲んでるし、そういう感じで散歩しています。僕はシンにメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので、 FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さて、先週紹介した涙の女王の音楽です。オープニングナンバーはクラッシュ、미안해미워해사랑해。It's the same day 이렇게너를다시불러보는잊고있던맘들과이제야내미는나의미련한진심들늦어서미안해 I will I could have told you that I was born to love you, to love you with all my heart. 널 향한 심장이 멈춰지지가 않아 Still want you all the time. 아직 내 맘속한 결의 방에
送りしたのはクラッシュ、宮根、美和、サランエでした。新物がお送りしている FM 横浜 EK ラディオ火曜日の神秘ナイト、5月4日の公開収録いかがでしたか？見に来てくれた皆さん本当にありがとうございます。そしてその公開収録の模様は来週お送りします。楽しみに。ラジオネーム池ちゃんからです。しんくんあんにょん。毎週しんくんのラジオで癒しと幸せをもらっています。先日しんくんの名前の話を聞いていて、そういえば前のラジオをメモしていたことを思い出して夜中に探してみました。見たら懐かしい出来事、ドラマ、ミュージカル、幼稚園、給食のエピソードなどなどたくさん話してくれました。ゲストの方が来たり、カップ麺を、食べたりと、私はずっとしんくんに癒されて元気をもらっていたんだと、改めて思いました。ありがとうございます。まだまだしんくんの、話や歌をたくさん聞きたいです。そしてこれからもしんくんのラジオがずっと続いて、たくさんの人にしんくんの思いが届きますように祈っていますっていうメッセージでした。そうですね、あ、すごいですね、こうメモしてるんですね、僕の話を。だから僕も何を喋ったか忘れていることを、あの池ちゃんのおかげで思い出したりしてます。ありがとうございます。ゲストの方も今までたくさん出てきてくれたし、カップ麺も本当にたくさん食べてましたね。はい、本当にこのラジオをやってて、あの本当に一人でもこう僕が伝えたい、こうラジオを通して伝えたいことが一人の方でも、広がったら嬉しいなと思って頑張っているんですけど、こうやって僕を支えてくれてる皆さんがいるから、僕もラジオを、今まで頑張れたと思います。これからももっともっと頑張るので、本当によろしくお願いします。皆さんのおかげでこの番組が存在して、素敵な仲間もできて、はい、おかげさまで本当に僕は幸せです。ありがとうございます。次、ラジオネームまやさんからです。こんばんは、こんばんは。ずっと前におすすめしてくれた賢い医師生活シーズン1、2見ました。おー、医療ドラマなので重いテーマもありますが、主人公5人の個性や友情、5人を取り巻く人間関係、毎回木パン買っていうくらい、一緒にご飯食べるシーンやバンド練習のシーンが楽しくて、ずっと見ていたいドラマでした。そして学生時代の友達に無性に会いたくなりました。質問ですが、ドラマの中でカフェで飲み物をオーダーするときにアイスアメリカノを省略してあーと言っていました。実際にそういう注文はありますか？いつもアイスアメリカノをオーダーするしんくんだから聞いてみた方です。カルチャーミュージアムコーナー大好きなので、これからも続けてねっていうことでした。ありがとうございます。まあ訳してあーって言いますか、なんかこうなんて言うんだろうな、僕はこう注文するときにあーくださいって言ったら、なんかね、これは失礼じゃないかっていうことを思うんですよね。だってこう注文を受ける方もこう分かりやすくやっぱ聞いた方がいいんじゃないですか。友達同士で会話するときは何買ってくる、あー買ってきてって言うんだけど、注文するときはちゃんとアイスアメリカの2つくださいっていう、あの注文の仕方を僕はしています。アイスのあー、アメリカののあー、あーです。だからアイスアメリカのをあーあーって言うんですけど、まあこう友達の同士でね、普通にあーってよく言うんですけど、まあ、注文するときは実際はこうする人はいないんじゃないかなと。でもあのあーくださいって言っても分かる方ももちろんいますが、まあそういうときはちゃんとアイスアメリカのくださいって言った方がいいんじゃないかっていう個人的な意見でした。はい、僕がおすすめしてくれたドラマ見てくれて本当にありがとうございます。本当に賢い医師生活シーズンは本当に楽しかったので、これがまたちょっと違う、あ、同じ病院で起きてる
あの違う物語で主人公とかも変わってまた違うドラマになっていく話もあるので、それもぜひ待ってみてください。メッセージありがとうございました。僕、シンにメッセージまだまだください。shin@fmyokohama.jp、shin@fmyokohama.jp。ここでシンからのお知らせです。リプスティカーズオフィシャルファンクラブ、マイリプスジャパン。詳しくは、シンワンホージャパンオフィシャルウェブサイトをチェックしてください。僕の YouTube チャンネルも見てください。次の曲、シンワの雨のち晴れ。したのはシンワの雨のち晴れでした。シンのパンチャクパンチャンニュース。ここで韓国の情報を伝えます。今回は韓国で映画を見るにはどうするかを話します。気になっている方が結構こうメールであったので、韓国の映画館でこうチケットをどうやって買うのか、ポップコーンはドリンクはどうやって買うのか、日本とちょっと違うところは何があるかを話したいと思います。まず最近韓国はこう映画館に実際こう働いてくれる方々は減ってきたんですって。だからほとんどのチケットを取るときは機械で取ることになっています。韓国で大手の映画館は3つあるんですけど、1つはメガボックス、2つ目は CGV、 3つ目はロッテシネマ。この3つが一番大手の映画館ですけど、3つとも今は人よりは機械でチケットを買うことが普通になりました。そういう実際にでも
やっぱこうまだこう現金を使いたい方とか、そういうチケットを変更したい人とかいるので、働いてる方ももちろんいるんですけど、一人か二人ぐらいいる感じでいます。で、最近ドリンクとポップコーンの買い方も変わったんですけど、それもチケットを買う機械で注文ができます。それで注文してカードを入れて買ったら番号をもらうんですけど、こうポップコーンをこうポップコーンとドリンクを販売しているところの上に大きく自分の番号が出てきたら、それを取りに行って取ってきて自分でその番号を見て買うってことです。韓国ではポップコーン以外にも最近はちょっと唐揚げみたいなチキンとかホットドッグとか、こう食べ物もたくさんこう増えてきたんですけど、まあそういうのもあるし、映画館の中に高級上映館があって、そこも何回か行ったことあるんですけど、席が少なくて少人数で見れるし、自分が好きなワインとかも持ってワインとか飲みながら見ることも可能でございます。まあそういうのは金額がまあまあ4000円ぐらい、普段の映画のチケットは今1200円ぐらいするけど、それは4000円ぐらいだったっていうことです。まあそうやってちょっと違うところもいろいろあると思うんですけど、皆さんがいつか韓国に行った時に映画を見たい時は、こうやってチケットを購入してみてください。じゃあ次の曲いきたいと思います。보아정말없니정말아무것도없네
送りしたのはポア・チョンマロミでした。真の韓国ノルジャー、韓国ノルジャー、韓国でお送りしています。今日も韓国のコンビニに行きました。僕が行ったコンビニは CU っていうコンビニだったんですけれども、今日紹介する商品は、おにぎり抹茶クリームパンです。はい、ブログに写真が、今載ってるか、終わった後に載るかわからないんですけど、多分写真が載っていると思うんですけど、写真の通りにこうおにぎりの形をしている、抹茶クリームパンって感じです。パンの形がおにぎりの形で三角でできていて、こう海苔を巻いたような感じなんですけど、これは本当に海苔なんですかね。中に入っているのは抹茶クリームとカスタードクリームが入っているらしいです。カロリーは結構大きさに比べれば結構高い方だと思うんですけれども、338カロリーをしています。韓国のこう有名なパン屋さんでも、こういう三角でできているおにぎりパンを出して話題になってたんですけど、今回はコンビニでもこう楽しめるこうおにぎり抹茶クリームパン、ちょっと食べてみて皆さんと話をしてみたいと思いました。まず開けて、じゃあ早速食べてみます。うん、なんか形が完全おにぎりと一緒なので、こう食べる時も持ち方とか全部おにぎりっぽいから、ちょっと食事をする感じもちょっとしますが、ちゃんと美味しいパンになっていて、中は上はこうクリーム、抹茶クリームがいっぱい入ってて、その下に薄くカスタードクリームが入ってます。この海苔のところの食べてみます。うん、皆さん、これは海苔でした。おにぎりの形のために本当に海苔をこう貼ってるっていう感じのおにぎりパンになったんですね。いやー、これは不思議です。こうおにぎりを食べるような感じでパンっていうこともすごい新鮮だったので、やっぱこう食べ物は形も大事っていうことを、今日ちょっと考えました。うん、はい。韓国のルジャーではいろいろ紹介したいと思いますので、これからも韓国のルジャー楽しみにしてください。それではスタジオへ。그래서믿고참고기다렸지혼자두지않겠다고했잖아약속했었지손가락걸었지그런데왜또거짓말을해
お送りしたのはシスター英語マボイでした。 FM 横浜 EK Radio 新野がお送りした FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイトいかがでしたか。僕シンにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シンアトマーク FM 横浜 .jp SHIN アトマーク FM 横浜 .jp 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のハヤト君に僕から質問します。ハヤト君、一番最近映画館で見た映画を教えてください。それでは最後はシンの今日の一言。僕は皆さんの心のチケットを買います。 FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、新野々でした。アンニョーン。